こんにちは、ヤボード道場のヤボード誠司です。さて、この間のこのラケットを使ったね、秘密兵器とね、言ってましたけれども、秘密兵器でも何でもないんですけどね、このラケットに回収する、そうすると全体的に自分の体が伸びないですね、ギューッと縮まってくる。実はこの基本的なこの動き、これ今五木選手にやってもらってる、サッと上げてやっとブレーキ、あれにつながってくるわけですね。やっぱりですね、やっぱりクラブを動かそう、振ろうということは、やっぱどう出るかわからない、ものすごい時間と反復練習が必要になりますよね。まあ、もちろんそうやって覚えてもいいんですけども、例えばこういうことなんだけれども、これを数多く練習したら分かるよというよりもですね、やっぱり数少なく分かって、それをもっと自分のものに、同じことか、同じことです。じゃあちょっとおさらいでやってみましょうね。はい、ボールをかき集めます。もう何もいらないですね。はい、ボールを、はい、こうプッとかけやすい。この時左手って止まったままですよね。これね、確かにこれから先なんですけど、この左手も一緒にグッと縮めてくるというのが、もう異常に難しいし、やってみられたら分かるんですけど、異常に邪魔なんですよ、左手が。もう左手いらんわというぐらいな感じを持ってもらえれば OK です。自分でやってて もう左手めっちゃ邪魔ですもんね。まずもうこっちに行っただけでもいらないんですもん、本当に。もうこう行って、このままで、このままはっ、あー、もうこれ左手でくってダメです。だからこのこれで打てる千里選手なんかすごいです。これも左手もこっち行けませんからね。だからもうすごいこの抜き感がいいんでしょうね、うん、で、まあこれだとできるんでね、まあ、これでもできるんで、じゃあ両手が入った時にまあ、練習するには、まあ、ちょっとクローズでね、でこっからかき集める、こっからかき集める、この辺がいいですよね、ボールがね、この辺、もうこの辺にもうスッと入れる感じ。フェースの向きはもう正面向いてますから、このままこんな感じですよね。左手は邪魔になります。さて、その次に、じゃあこの左手をもうどうしてやったらいいかっていうと、やっぱりこうギュッと減速するときに、やっぱり左手が動こうとするともう邪魔になるんで、もう本当にこうグッとこういったら下半身でこうグッと止めてしまうぐらいの感じ。もうここでもうガッとブレーキで、自分の体がブレーキかかったらクラブは出ていこうとするんで、自分の体がブレーキかかると、まあクラブはもう出ていこうとするんで、それでクラブを振るという意識はもう一切いらないですね。まあ、それをやるためには、まあ初めからこうね、五木選手みたいにバッと速くしてしまうんじゃなくて、ね、上げてここから減速、この練習ですね。上げて減速、減速、減速。
普通のタイミングで上げて減速。絶対に振っていく音はしない。上げて減速。これも自分がもう上げる、自分がスッと上げる、心地よく上げれて、で心地よく減速できる、このリズムを見つけたいですね。でこれを見つけたら少しずつ上げるという動作だけを速くしていく。そうすると勝手にクラブが行こうとしますね。そんなにパッとこう早く上げてる本人はつもりなんですけど、多分あんまり早くは上がってないですね。半身で、半身のタイミングで今のなんかもうめちゃくちゃもう止めましたけどね、なんとも言えん感じですよ。足で足でうわっ減速、うわ減速してないの分かりますね。減速してないの分かります。いきますよね。体全体で、全体で、全然体の回転も何も使ってない感じです。ちょっと皆さんもやるときには自分でこうさっひゅってゆっくりできるリズムをまず見つけることですね。こんな感じですね。自分でまずガッと上げてキューッとこう減速することがやりやすいタイミングをまず作る、見つける。でそれで基準となっているものは振っていくことではなくてこういうことですね。こういうイメージ、これなんかもう拾い集める時って減速してるわけですよ。自分の体がねぐっと減速してパーン持っていったという感じですのでね、ちょっと皆さんも練習をして、自分なりのフィーリングというかスピード、これを見つけてやってみてください。それではまたお会いしましょう。